と今回特別で、あでもじゃあ特別な、はいはい、せっかくなんで限定ビールを、はい、一応レギュラーサイズでもいいですか。あレギュラーサイズ、はい、はい、ありがとうございます。ちょっとあんまり飛ばしすぎると朝から確かに、ね、大変なことになりますけど勢いはつくかもしれない、うん、ちょっとやってみようと思って、何あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もう早速飲んでるし、はい、開幕ダッシュ、はい、今日天気が良くてよかったです。そうそう、ね、昨日すごく寒くて、準備してる時に今日だけぴったり合わせたように良かったです。こちらビーフシチューとダブリンコーデュラ、はい、ハムとソーセージのシチューがございます。じゃあ付け合わせはマッシュポテトで、はい、セットで1000円でございます。はい、じゃあ、ね、あシチューとドリンクっていうのもあるわけですか。シチューと ドリンクセットもございます。シチューだけ、まあ、シチュー単品とハイボールが、はい、ダブルできると思います。シチュー単品と、はい、ハイボール、はい、すみません。手前のこっちの、はい、ダブリン、はい、ま、はい、楽しみにしてます。日本語のスピーチから初めて緊張してます。何ヶ月だけ練習させてやるのか。日本語で頑張る。あそうなんですね。あそれはすごいですね。でまだ聞こえてないんですけど、でまだ見て、はい、ボール、ありがとうございます。今末2024アイリッシュミュージックガーデンのステージイベント、たった今からスタートとなります。今日は皆さんよろしくお願いします。さあ、このアイリッシュフェスティバル in 松江2024、初めて参加されるという方も、ね、いらっしゃると思いますので、少しだけ、私から説明をさせてください。松江ゆかりの作家小泉八雲、ラフカディオハーンの故郷アイルランドの最大のお祭り、セントパトリックスデーに合わせてですね、このアイリッシュフェスティバルが去年に引き続き今年も開催となりました。拍手ありがとうございます。今日何度でも拍手を求めていきます私、はい。ありがとうございます。
そうですね。